今日、イッチは、スケジュール的に何日空けてという話になってます。2日ですね。2日。まあ、2泊3日分の日付を僕はもらってるんですが、はい、今ホテルシーパーダイス E に泊まったんですけども、このまま、鬼怒川に向かいます。マジで言ってる？はい。そう。こっから鬼怒川1泊2日の旅行に切り替わります。鬼怒川って、あの鬼怒川ですよ。はい。栃木ですね。栃木にある鬼怒川ですね。ここから。待って、今、ここに泊まったんですよ。はい。今日何また鬼怒川で泊まると？はい、鬼怒川に泊まります。え、マジで？ここから車で移動して鬼怒川行きます。マジ？もう八景島をおさらばします。何このスケジュール止まっただけでやばない。まあ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 、だって八景島で何も遊んでないよ。何も遊んでない。はい、シーパーダイスインで宿泊だけして、で今朝9時とかじゃないですか。はい、10時ぐらいですね。はい、公園もう八景島出てもう出ます。鬼怒川行きます。ここで予約してるんですか？予約してます。ここから鬼怒川の1泊2日の旅行が始まると。いいわ、ぜひね、楽しんでください。久しぶりなんで。そうだね。楽しみですね。はい。まあちょっとすっげえタイトなスケジュールですけど、ちょっと今から向かいますね。じゃあ行きましょうか。はい。早速、はい。まさしくディズニーのアクアスフィア。アクアスフィアだっけ？っぽいね。これが国会議事堂ですかね。いやー、でもすごいね。いや、ちょっとテンション上がるね。え、これすごいわ。めっちゃ楽しいんだけど。見てください、これ。勉強にもなるね。ちゃんとこうやって書いてあるからね。そうだね。まあ、エジプトといったらね。まあ、ラクダですね。ラクダですね。はい、ということで、今日泊まるホテルが、この伊東園ホテルニューさくらさんですね。こんな感じです。今日泊まる部屋、327号室です。ここですね。あ、今こっちから見たらさ、どっち裏だなと思ったけど、こうか。逆ですね。逆？合ってます、それで合ってます。はい。泊まります。327号室。なんと一番端っこ。じゃん。非常口逃げられると。そうですね。もう余裕ですよ。これで安全。さあ早速、はい、部屋の中が気になりますね。さあどんな感じなんでしょうか。うん。おお。そうですね。ちょっと木っぽい匂いしてますね。あ、そうですね。木の香りしますね。じゃあ入りましょうか。早速じゃあちょっと、はい。あ、どうぞ。お、どう？おー、すごい。え、てか広くね？え、めっちゃ広いですよね。めっちゃ広いね。あ、すごい広い。あ、こっちもあるじゃん。めっちゃ広いじゃん。え、すごい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 。あ、え、こんなに広い。え、こんなに広い。え、こんなに広い。え、ここも広い。めっちゃ広いじゃん。応接室みたいなしてみよう。ほんとだ。これ全然2人じゃなんか申し訳ないっていうか、なんか持て余したよね、完全にこれ。あ、泊まれる泊まれる。いいですね。これで、まあ、今回、はい。なんですね。構成をさせていただきまして。はい。大体7000円、一人7000円ぐらいで、夕食、朝食付き、ご飯も入れる、炊き上がってくれる。で、この部屋。やばい。最高だわ。じゃ、ちょっと、こっちも見てみましょう。せっかくなんで、お風呂。こちらは、おトイレでした。おトイレ。おトイレ。はい。どうぞ、おトイレ。さあ。ああ、綺麗ですね。はい。あ、本当だ。あ、すごい。そして。そうですね。お風呂。はい。あ、お部屋の風呂。まだ、これですね。そうですね。まだ2つついてるのがすごい。あ、確かに。2つつかないもんね。そうだね。団体用みたいな、なんか。便利だね、これ。これはありがたいね。へえ。じゃあ。行きましょう。はい。風呂。まあ風呂はこんな感じですね。トイレもまあ綺麗だし、部屋でかいし、ご飯食べれるし、お風呂入れるし、卓球できるし。そうですね。あ、そう、卓球 BR 無料なんでね。はい。無料だった。無料だった。あ、無料はすごいね。無料だ、すみません。はい。すごい。卓球やります。卓球やります。よっしゃ。あ、ごめんごめん、めちゃめちゃごめん。あ。すごい。あ、もうなんか走りやったりしてる。おはようございます。2日目の朝です。今のは？結構ビビってる。これからですね、鬼怒川の有名な廃墟ホテル群を見に行きたいと思います。てかね、多分ね、もうこの周りも全部廃墟なんだよ。お、俺がもう廃墟認定していくわ。今から。やめろ、マジやめろ。俺も廃墟だっつって営業してたらどうするんだよ。クソ迷惑に。失礼。外観がボロいだけでさ、確かに廃墟で認定される可能性がある。確かにね。ここ当たったね。覚えてる覚えてる。多分なんかビリケンさんみたいなのがなんか。そう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 。になったよね。ここね。思い出だ思い出。そう、これね懐かしいわ。クレー橋からの景色がこんな感じ。奥の方がもう廃墟なんだろうね。もうあの辺りですね。もしくはね、鬼怒川何回も来てるんでね。鬼怒川マイスターって言って。マイスター兼鬼怒川マイスターって言って。ミスター鬼怒川だから。5回で名乗っていいの？大丈夫？名乗って大丈夫。ミスター鬼怒川。ミスター鬼怒川ってな。こっちがでもやばい。そう、ここだ。これだ。写真に写ってるの。なんでちょっとあそこ行きましょうか。せっかくなんで。さあ。もう早速ですね、ここは廃墟ですね、完全に。でもここは、まあ宿、ホテルといえば宿。ここも廃墟ですね。鬼怒川館。鬼怒川館本店。うん。でもここちょっと大きめだね。大きめなのに潰れたね。そうだね。感想欲しいということなんで、はい。歌にしております。はい、お願いします。マリーゴールドに乗せて、廃墟は怖い。はい、どうぞ、お願いします。廃墟なの。もう一回。はい、もう一回ですか。鬼怒川の。はい。お。見えましたね。足尾まで18キロ。あ、中禅寺湖とかもあるもんね。お、いいね。さあということで今足尾銅山のトロッコ乗り場にいるんですけど、これからトロッコが来るのをね待ちたいと思います。さあ来ましたね。これに乗ってね足尾銅山公道内に行きたいと思います。終始濡れてると思う。なるほどね。ここでこれを見るだけってことか。こんな感じでこの先1200キロ公道が続いてると。1200キロってすごいよね。やばい。東京から博多ぐらいって言ってたんで。あ、そうなんだ。さっきアナウンスで。やば。すごいね。ああ、すごい見える。すごいね。ちょっとね。これね、先が映ってるかわかんないですけど、もうずっとね一直線続いてますね、公道が。すごい。ね、天井がめっちゃ低いんですよ。僕の身長だと絶対ぶつかるんで、ほら、なんでもう常に鏡見ながら行かないと。当たりよ。さあ、ふっくんどうでしょう。前も後ろもスムーズ。さあ、こういったね、当時のね、作業風景みたいなのが、まあ、人形でね、こういうふうに描かれてると。で、この洞窟内がやっぱり寒いっすね。かなり冷える。うん。こんな感じですね。おお。これ怖いよね。こんなさ、ドリルでガガガってやるわけでしょ。うん。仮に石、例えばパキッってさ、崩れるとか。いや、全然ありえるよ。ね。命がけだよ、本当に。こんな朝の中に働いてね。ね。ってことだもんね。え、やばいよ。イルカやばい。なんか当たったでしょ、多分。すげえ茶色くなってる。え、マジで？うん。やばいやばい、まあ、こう落ちるかもね、頑張れ。多分当てたいでしょ、どこに。こういうところに。当たったかもね。暗くて分かんなかったけど、よく見たらちっちゃいよかったわ。こういうところにはふさわしくないね。イルカさんはちょっとね、今回俺スマンがベストだったね。うん、洗って。え、こんなに広い。あ、お部屋の風呂。来ました。全部。一日じゃないか、ぐるっと一周しました。はい、回ってきました。はい。正直ね、足尾銅山って、はい、小学生とか中学生で歴史でしか習ってなくて、そうですね。鉄道のところとか、全く分かってない状態だったんですけど、実際行ってみて、長さに行ってみてよね。200キロ。そうだね。東京から博多までの距離と一緒。すごいね。やばい。なんかもう上から見てみたいよね。構造どうなってるかっていう見れないけど。どんどんどこと通ってみたいね。そう。見てみたいから見てみたい。確かに。いや、すごかった。ね。お土産屋さんも寄ったんですけど、みんな店員さんいい人で、面白かったので、これ食べて帰りたいと思います。はい、それではバイバイ。